お兄さんですか。妹さんの容態が良くない。急いでください。なんだ。
けが君たちを救う。君たちの魂は純化され、来るべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。いけないことがある。やらなきゃいけないこと知るか。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。力ずくで奪うまでだ。お前には聞いてもらう。仕方ねえ、まずは付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。神経
妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。力の使い方が分かってきたみたいだな。
ぞ。こういうところはマレビトが多い。気をつけろ。マレビト？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。